金沢の港町にある小さなクリーニング店横山新業者さん。ハッピー隊は地域で50年続くこだわりの職人技を調査。続いてはこの道40年の良一さんに染み抜きの技を見せてもらいました。挑戦していただくのは醤油の染みです。こちらは専用の染み抜き台。これにも秘密があって、良一さんが手にしている緑色の機械から霧状の水が強い力で噴射されます。それを下の白い部分で吸い取ります。衣類はまずこの部分にセット。洗剤をつけ、高圧の水で汚れを一気に洗い流していくのです。わー、気持ちいい。これは100度の熱を出すプレートです。このプレートの熱や蒸気を使って汚れを浮かび上がらせたり、化学変化を起こしやすくして落としていきます。でもシミはただ単に落ちれば良いというものではありません。素材を傷めないよう少しずつ確認しながら丹念に作業を繰り返していく。これが職人ならではの気配りです。自宅ではなかなかできない。すごいですね。ここでキッズたちもクリーニングに挑戦。たくやくんは妹のブラウスについたシミ抜きに挑戦します。これ難しいんじゃないかな。おあ、重いんだ。慣れない道具に悪戦苦闘。おっと、あ、大丈夫。どう、楽しい？楽しいというか、むずい。難しい。むずい。それでも良一さんに手伝ってもらいながら、なんとかシミを落とすことができました。わー、見違えましたね。続いて羽根ちゃんはお父さんのワイシャツをアイロン掛けしてみました。難しいよ、アイロン掛け。ワイシャツが一番難しいですよね。難しい。腕疲れた？まだ大丈夫。まだいきます。アイロン掛け一つ取っても意外と力がいると初めて知った羽根ちゃん。でもお仕事するお父さんの姿を思い浮かべてもう一踏ん張り。良一さんに手伝ってもらってなんとか完成しました。力入れて、アイロン掛けをすることがちょっと難しかったです。服一着にも職人の技と心配りが詰まっていると実感しました。横山新業者さんが50年以上続く理由はその職人技だけではありません。実は横山さんのお店は今も一軒一軒家を訪ねて洋服を預かり配達する、昔ながらのスタイルを守り続けています。点検して飾っている。ありがとうございます。その数およそ300件。そんなに。古くからあるこの港町では、こうして地域をこまめに回る横山さんを頼りにしている人が多くいます。こんにちは。ありがとうございます。またクリーニング屋さんはどういうものなんですか？私の祖父母の時代からずっと横山さんとお付き合いがあって、お願いしてるっていうのもあるので、安心して任せられるっていうのが一番ですかね。便利でいいわね。私らこんななかなかね、洗濯屋さんまで持って行ったり持ってきたりも大変やし。今は仕事のほとんどを2代目の良一さんが担っていますが、職人かたぎの父の背中を見て息子の健一さんは会社を辞め、1年半前から家業を継いでいます。まだまだ見習いの身ですが、この仕事を通して地域に貢献できないか、自分なりの方法で努力しています。気配ってらっしゃるんですね。淡々とずっと続けていくことを、よく100年企業とか言われますけど、慣れればいいなと思ってます。この町に根付いて50年、まだまだ夢の折り返し地点です。横山さんたちは地域の人たちに必要とされるよう、これからも職人の技に磨きをかけていきたいと話していました。おいい写真ですね。ということで今週は